長谷川舞子です。今日はあるゲストをお呼びしてお話を聞いていきたいと思います。今日のゲストはとにかくよくしゃべるので時間のある限り聞いていきたいと思います。それでは行きましょう。今日は谷の舟ダンスカンパニーの坂田守さんにお越しいただいています。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとまずいろいろね、はい、坂田守さんについて、うん、まあ守さんっていうのもなんだけど、うん、こういう感じなのねとりあえずね聞いていきたいと思います。はい、わかりましたよ。はい、そしたらまず初めに、はい、ダンスを始めたきっかけを教えてください。うん、僕がダンスをね始めたのは小学校3年生の終わりなので、まあ大体 9歳くらいなんですけど、それより1年前に遡って小学校2年生の時に、当時同じクラスだった2年4組 の、 あの女の子が2人いて、でその2人のうち1人が転校生でめっちゃ可愛い女の子 で、 でもう1人の女の子もずっと前から可愛いなと思っていた女の子がいて、その2人に発表会に来ないって小2の頃に言われて、で発表会に行ってみた。そしたらまあそのモダンダンスとジャズダンスとミュージカルとバレエが融合したような会で、そこで自分もやりたいってなって、で一番衝撃的だったのは当時の男の先生と女の先生がいて、その男の先生が踊ってるのを見て憧れちゃって、でそれでやりたいってすぐ言ったんだけど、父と母がびっくりして、まあ1年待てよと、まあ1年待って、それでもやりたかったらやっていいよって言われて、まあ1年後それ見たのが小2だから小3の終わりの時にやっぱりやりたいからやらせてくれって言って、でまあやることになったんだけど、まあきっかけとしては男性ダンサーの踊りに圧倒されたことと、あとこの可愛い女の子2人と踊りたかったっていう、ちょっとそういう、それが下心もありながら、ね、まあまあ下心本当にいやらしい男でもね、その中のうちの一人がちょっと好きだったんだよね。どっちも好きだったね。あ、二人とも二人とも好きだった ね、 あ、そうだね、うん、まあそんな感じ、マセガキまあそんな感じでいいですか、うん、あ、いいです、はいはい、じゃあそこからずっと、まあ10代の頃はもうダンスをやって、まあ地元だよね、やってた地元茨城県つくば市、そうだよね、でずっとやってました、はい、で、そこから東京に通い始めた時とかっていうのを覚えてますか。東京に、まあ、通い始める前に、まあ、最初は、まあ、覚えてる覚えてる、東京に通い始めたのはそのスタジオを7年間やった後に、そのスタジオを辞めて、やっぱりバレエはバレエで受けたい、でコンテは東京に受けに行きたいと思ったので、思ったんでとか言ってね、なんかそんな感じでもおかしいけど、まあ、とにかく緊張しなくていいと思う。どっちが16歳、はい、高2のゴールデンウィーク明けに通う、細かい、うん、行ったわな、はい、まあそれ前にダンスにまあドハマりするきっかけもあったので、それも話そうかな。いや、そこはいいよ、ドハマり、女の子が2人いて、かっこいい先生に憧れて、まあ、とにかくもうどんどんハマっていくわけよ、ダンスに、でそれでまあもうかいつまんで、まあ、ひたすら練習しまくって、コンクールも出て、舞台も出て、合同公演も出てってやって、やめて、でまあ高2で、東京に出るようになって、まあ、筑波から1時間半、2時間かけて、まあ、遠いよね、当時ね、高校1年生だったらね、遠かった、高2かな、高2から、で、まあ、そんな感じで受けて、いろんなクラスを受けました。当時で、青山ダンシングスクエア、今はもうなくなっちゃったけど、青山ダンシングスクエアっていうダンススタジオがあったから、そこでもう片っ端からコンテの、当時やってたコンテの先生、片っ端から全部受けて、でプラスそれ以外にも東京のワークショップにたくさん参加しました、はい、そうなんですね。なんかその時の、なんだろう、これはおもろいみたいなエピソードであるの？そう、まあ面白いかどうかはわからないけど、その青山ダンシングスキャ以外にもいろいろなワークショップを受けて、まあ、海外のワークショップ、海外のダンサーとか振付家とか、あとは青山ダンシングスキャとかで常駐で教えてない先生のワークショップの中で、伊藤キムさんっていう、有名な方ですね、振付家のワークショップを結構何回も受けていて、うん、で、まあ、何回も受けている間に顔も
覚えてくれるし、じゃあ今日はあのパフォーマンスっていうかちょっとしたショーイングがあった後にあのご飯行きましょうってなって、うん、でまあご飯大人たちと一緒に行くわけですよね、うん、もう講義なんて僕だけですよ、うん、でそれでまあ行った時に何か話さないと、何かキムさんと話したいと思って、うんうん、めっちゃ緊張して、うん、でキムさんが真横にいたからダンスの話を聞くほど俺はまだダンスのことなんて語れるレベルじゃないとか思ったから、まずキムさんに、うん、キムさんあの好きな食べ物何ですかって聞いたら、キムさんがこうやってやって、えグミって言ったっていう、それで僕はもう一瞬止まってしまって、うん、なんて言ったらいいか分かんなくて、あグミ美味しいですよね、でうんつって終わったっていう。すごいね、うん、もう話も不時着だったし、うん、キムさんとの関係も不時着みたいなね、まあ、とにかく、うん、それしか記憶にない、緊張しすぎてて、うんっていう、まあそうだよね、一生懸命考えてね聞いたことが、まあ、とにかく舞台も見てたし、キムさんの、うん、何度も、うん、追っかけのようにキムさんの舞台 2,3 本見てたから、うん、僕の中では結構すごいあのドキドキする人だったから、そうだよね、まあ、でも結局グミしか記憶にないっていう話です、うん、はい、よく頑張りましたこんな感じで大丈夫なの？うん、全然大丈夫です、うん、じゃあ次行こう、うんうん、次は、うん、じゃあ香港の振り付け家のユーリンね、ユーリンさんとお知り合いだそうで、はい、その同じ時期にそのスタジオとか界隈でいろんなワークショップ受けまくった時期に、香港の有名な振り付け家のユーリンっていう振り付け家がいて、うんうん、でそのユーリンとも結構覚えてくれて、でそれでまあご飯行ったり、あの終わった後のそのレセプションパーティーみたいなのを参加してたんだけど、そのユーリンさんとあの再会するんですよ、うん、それが2019年の香港で、僕が自分の作品を香港のダンスフェスティバルに招致されて作品を発表して英語でアフタートークをしている時に、そのユーリンが客席で見てて、うん、で僕の横に座ってたディレクターさんが、まあ香港語とかに英語で他に何か質問とかありませんかって言って、だいたい質問が出終わってて、そしたらそのディレクターさんがユーリンと目があって、ユーリンどうって多分英語かなって言った。そしたら僕がピクッと反応して、うん、今なんて言ったって言って、え何ですかって、なんて言ったあの人、ユーリンってなって、うん、で僕パッとちょっといいですかって言って、こうやって英語で、私実は20年前にあなたと会ってますって言ったら、うん、パッてユーリンが立って、で僕があのスタジオであのバレエダンサーがいてって言ったら、はぁーってなって、うん、でそこで会場がバーンって沸いて、うん、そう、それも私もその時会場にいたけど、うん、すごい光景だった、うん、私の一列前にユーリンさんが座ってて、うんうんうん、でパッて立って、うん、わぁあの時のボーイだったのねみたいな感じでね、そう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 、うん、あれはだからなんかすごい嬉しかったし、うん、まあ、当時のワークショップの内容もよく覚えていて自分の中にも入ってるし、うんうん、あれはすごくいい経験だったなっていうのが一つエピソードとして、うん、だからたくさんあの高校生の時に筑波から出て本当に往復4時間かかるから大変だったんだけど、うんうん、あのまあ、親に感謝しながらもいろんなワークショップ受けさせてもらった経験が、うん、こうやって20年後に香港でまた出会えるっていうのは、うん、まあすごい嬉しかったし、もうなんかすごいいい、なんか感慨深かったよね、いい経験したよね、うん、それは一つ、ね、うん、オッケー、じゃあ次は、うん、留学の話を聞きたいなと思うんだけど、はいはい、単独っていうか、まあ、一人で、ね、一人で留学経験があるっていうことで、はい、ロンドンに行ってきたんだよね、はい、ちょっとそのロンドンの経緯だけパッと言いますと、うん、僕玉川大学っていう大学に入っていて、あ、卒業したんですけど、その玉川大学には当時、ロンドンのイギリスロンドンのゴールドスミスカレッジっていうアート系の大学と提携があって、そのゴールドスミスカレッジがロンドンにあるラバンセンターっていう有名な、ヨーロッパで有名なジョン・ジョージ・ド・フォン・ラバンっていう振り付け家が、ジョン・ジョージ・ド・フォン・ラバンっていう振り付け家が、もう一回聞きなさい、ね、そういう時はもう一回聞かないとダメでしょう、関西人はい、どうぞ次行くださいジョン・ジョージ・ド・フォン・ラバンっていう振り付け家が設立したダンスの学校が、はい、コンセルバトワールがあって、はい、そこに、短期留学、約1年間のプロフェッショナルディプロマっていう特殊なプログラムに受かって行きました、うん、でその時に、まあ、もちろんもうクラスを受けまくっていろんなもうクラスを受けるんですけど、その中でね、あの出会った、クレッグっていうウェールズ出身の、あのゲイの、あのクラスメイトがいて、
レッスンのクラスも、レッスンのクラスも、あとあれ、コレオジカルスタディって言って、コレオグラフの構成法とか、うん、あとコレオグラフィーのスタディはもう振り付けを作って発表するっていう、うん、もうとにかくそのクレッグとはもういつも一緒にレッスンを受けてて、でそのクレッグとまあご飯食べながら片言の英語でまあジェンダーみたいな話になった時があって、うん、クレッグさんとクレッグとね、ウェールズ出身の、それはお友達なんだよね、お友達、うん、だから彼はすごく優しくてまあ面白いやつなんだけど、まあまあ、ゲイなのね、自分でもゲイと、アイアムゲイって言ってるし、うんうん、もうオープンゲイなわけよ。で僕はその全然 OK だから、でそれでいろんな話をしてて、その時に僕って全然ゲイからアプローチされないんだよねって言ったら、うん、クレッグがいや見ればわかるもんって言って、うんうん、もうこちらからすれば会った瞬間にもう感じ取るしわかるから、うん、あなたに絶対行かないと思うって言って、うん、でもさ僕の男友達でゲイじゃない子はたまにゲイから結構アプローチがあったりするんだよって、あそうなのって言って、うん、それはそうとさ、君は僕に対して一切そういう風な感じはないけどって言ったら、速攻でかぶせ気味でごめん You are not my type って言われてあなたは私のタイプじゃないって言われて、ポンって言われて、うん、2人で目を見合わせて大笑いしたっていう、うん、そういう話、勝手にゲイにも振られる、ね、そう、まあ、うん、悲しいロンドン時代だった悲しくはないですうん、ただなんかそのジェンダー今のいろいろ言われてるけど、うん、もう当時から20年前かもうあんなのは当時からそういうの当たり前だったし、うん、そういう話もするし、うん、You are not my type とか言われた後に大笑いして、うん、2人でパーンとかやったりして、うん、いうのはあそこでもいい経験だったなっていうのはある、うんうんうん、いいね、いいまあしかしさ、よく喋るよね、うん、やっぱり誰がもう学校の話の、うん、説明が、うん、まあ長い長いね。だってさ、学校大変だもんね。学校でそれでもとこうしたよ。短くして頑張ったと思うんだけど、うん、俺にしては頑張って。まあよく喋るなと思うんですけど、じゃあ次行ってみましょうかね。切り捨て方よ。そうね、うん。黒人のおじさんに太極拳を習う件っていうのをちょっと情報でもらってるんですけど。はいはい、黒人のおじさんにロンドンで黒人のおじさんに中国発祥の太極拳を習う日本人っていう話です。日本、あそう、俺日本人だからややこしいね。まあそれだけの話よ、うん、まあだからね、ボンドストリートっていう通りがあって、うん、そこにダンスワークスっていう、日本のダンスワークスじゃないですよ、ロンドンに昔からあるダンスワークスっていう総合スタジオがあって、まあラバンのその稽古だけでは飽き足らず、もう週末はそこに入り浸っていて、うん、でそこでホートンテクニックっていうアメリカンポストモダンダンスのテクニックの一つのホートンを教える黒人のムキムキの先生とお会いしたら、うん、まあすぐ仲良くなって、お前なんかどうした？面白いなってなったら、ある日その先生がウォーミングアップで太極拳やってて、僕その動きに見惚れちゃって、僕それ習いたいって言ったら、えマジかって言って、うん、じゃあここに来いって言って、毎週土曜日2時から約2時間黒人の先生に太極拳習うっていう、うん、それ私がお会いした先生と一緒の人、そうコメントがあるんだ、マイケル・ジャクソンのなんかジャケットみたいなの着て、そうそうそう、紫のスチュワート・トーマスって言うんだけど、うん、すっごいいい人だった、紳士的な、あの人は本当に何だろう、メンタリティーが本当に何だろう、東洋人、本当にそうだね、すっごいブディズムっていうか、レディーファーストだし、うん、うんうん、かっこよかったです、そうっていう話です、はい、うん、で日本に帰ってきてから、うん、それが20歳ぐらいのお話だよね、そうね、のお話と21ぐらいに帰ってきた日本に、うんうん、はい、で帰ってきてから、うん、道を歩いてた時に、うん、とんでもないことが起きた、珍事件が起きたっていうのを聞いてるんですけど、まあ、それ教えてください、まあ、ダンサーとか役者とかはあるあるですけど、まあ、職質ですよね、職質にかけられて、しかも僕がずっと通っている高田馬場の僕の日本の師匠のスタジオの近くで職質かけられて、うん、なんかシンポジウムかやったのかな、分かんないけど、とにかく普段歩いてるのにいきなり職質かけられて、うん、2人警察で、それで路地に入れられたらもう2人来て4人に囲まれて、うわそれは怖いね、いや怖いっていうか怒りよね、はい、もう怒っちゃったね、うん、まあちょっと髪型もあれだったけど、うん、でもまあ職質かけられて、うん、ただ、まあ、全部カバンどうぞって言われたから、うん、開けさせてくださいって言われたから、いや開けていいですよって言ったら、うん、僕当時もぐさ
あのね、お灸ね、お灸のもぐさを持ち歩いてたの、うん、だからああこれややこしいことになるかなと思って、これ何ですかって言われて、もう正直にもぐさですって言って、僕はダンサーと振り付け家をしてるので、うん、自分でほら見てハサミ持ってるでしょ、テーピングでしょ、もぐさでしょって、ほら全部ダンスの用品入ってるじゃないですかって言って、うん、もぐさって言って、こうやってやってスーッと見てってやって、あもぐさだって言ってもうちょっと、いやだからやっぱりあかんやつはあかんってすぐ分かるんだよ ね、見慣れてるだろうから、うん、あこれはもうそっち系じゃないなって分かったみたいで、でそれでじゃあいいですよってなって、で最終的に4人に対して、僕はこれこれしかじかでここもう約10年ぐらい通ってますと、だけど今日初めてあなたたちにこういうふうに職質かけられたんですけど、今日の僕の何が悪かったんですかって言ったら、いえ何も悪いことはないです、ありがとうございましたって言われて、すっごい嫌な気持ちしてレッスンに行くっていうだけの話。それは辛いね。でも1回だけじゃないでしょ、職質にあったのは、3回ぐらい、うん、結構もう見た目がだからね、うん、やばかったんだろうね、目が鋭かったかも。あそうだね、うん、なんか、うん、若気の至りですね。なんかその言葉をそこで使っていいのか俺は別に何もしてないんだ。そうだね、うん、それで、はい、まあ21歳そういうね、時期がちょっと嫌な経験もあって職質でしょ、職質、まあ、まあ嫌だったわな、うん、いい気持ちはしないわ。でまあそれと同じぐらいの時期に、うん、まあ舞台をやりながら、うん、まあコンクール三昧だったっていう。そうね、うん、でちょっと、うん、まあ前に聞いたことあるんだけど、うん、韓国のさコンクールの話してくれない、うんうん、あはいはい、うん、大学フランあパあとロンドンから帰ってきて大学4年生の時に韓国の、コンクール、今でも続いてるコンクールがあるんだけど、夏に行われるコンクールで、それの第1回目が2004年にあって、うん、でそのコンクールに、まあ、推薦枠で出場させてもらって、で、自分の作品持ってたんだけど、行ってから、まあ、約1週間ぐらい滞在して、ワークショップ受けたり、リハーサルしたり、いろいろするので、1週間滞在中、行った2日目か3日目に、うん、水か、キムチとかそういう香辛料に当たって、お腹を壊してしまって、うん、でその下痢がもう治らない下痢がねもう吐いたしちょっとだけちょっと吐いちゃったんだ。で本番の日までまあ下痢が治らない、うん、で本番本当に5分前まで、あ今自分の番号の次の次が本番だって言っても、うん、時でもトイレに行って下痢をしてて、あららららでそれでもう次って時にはもう覚悟を決めて、うん、舞台上で漏らすっていう覚悟を決めてで集中して、うん、で本番をやったっていう。めっちゃおもろいねそれ、うん、おもろい。でも漏らさなかったやっぱり。あいや、やっぱ緊張してるとグッとやっぱ締まるんだね、うん、ただなんかね足が震えたそれはね脱水症状なんじゃないの。それはね、うん、緊張っていうか多分と脱水症状でふわふわしちゃったよね、うん、まあもうそれどころじゃないしね下半身は。もうそうそうそう、特に肛門あたりがね。そうだね、うん、だからもうふわふわしてた。そうだね。でそれで踊ったらでもなんか意外と集中できたみたいで、うん、なんかもう人間って何かに集中したすごい集中にあると変なゾーンに入るみたいで、うん、すごい集中できて結果はね銅メダルだったの、うん、あすごいねそれはすごい。で銅メダルいただいちゃって、うん、すっごい重い銅メダルトロフィーで。そう、普段からさ結構ゆるゆるな状態で活動した方がいいんじゃないですか、もしかしたら。そうするとねいろいろなことがね問題が起きるんで、うん、それはもう二度と経験したくないんだけど、はいうん、っていうエピソードで。でもまあ結果はオーライだった。多分ねあれね下痢してたらね多分上位3人に3位に入れなかったかも知れないと今では思ってる。そうだね、うん、そうだと思います。韓国のコンクールの時の下痢話でした、うんうん、はい。じゃあ次血の海事件、うんはいはい、なんかすごいタイトルが面白いんだけど血の海事件ね、うんうん、はいはい。大学1年生の、3月、大学2年あともう1ヶ月で大学2年になるって時に日本でいろんな有名なコンクールいっぱいあるけど一番でかくて老舗のコンクールの予選があった、うん、でその予選の前の日に自分の狭い6畳のアパートでもうテンション上がりまくってしまってもうめっちゃ家で練習してた。で足上げたり回ったり跳ねたりしてちょっとこう練習を万全な体勢でやってたら足をスパンって上げた瞬間にドアの取っ手に足当たって痛っと思ってふっと見たらザーって血が出てきて小指のここが結構陥没的に肉がえぐれちゃって痛い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 、うん、でも面白いのそういう時ってあのね
ジーンとしてるだけであんまり痛みがなくて、うん、ただザーって血がこのくらい流れて、そんなに死んじゃうよ。いやでもでもね、止まったかなと思って、まあ、こうやって止血して、うん、でもねやっぱりね止まりがあれだし、よく見るとやっぱりえぐれてるから、うん、あこれはダメだわと思って、うん、あの救急車呼んだ、あ違うな、自分で歩いてた、あの急患に電話して、うん、で近くの歩いて15分ぐらいの病院に自分でビッコ引いて歩いてって、うん、であら処置してもらって、うん、次の日コンクールをやったんだけど、あの血の海海って言っても大げさだよね、このぐらいだよね、うん、いやそれもそれもいやこのぐらい、そんな、うん、このぐらい、そうそうそう、本当に、でそれですごくね、うん、綺麗だなと思っちゃって、うん、でそれで自分の血文字でこうやってあの、ま、あの電話でなんか待たされてる間になんか気が動転したのかテンション上がったのか分かんないけど、うん、なんか血でね、あの血で自分のね、なんかね、なんて書いてか分かんないけど、なんか血で自分の血で文字を書いて写るんですよ、うん、写真撮ってパシャってやって、うん、やばいサイコパスだね、やっぱり、うん、でそれで行ったっていう、でも楽しかったけどね、でも次の日の予選は通過したよ、うんうん、あ本当、うん、よかったね、200人ぐらい出て、うん、ファイナリスト24人か30いないぐらいの中に入って、うん、でもそっからが大変だった、細菌感染してここまで真っ赤に腫れちゃって、らら予選通過したのに決戦までの約1週間のうち5日間練習できなくなっちゃって、うん、で最後の2日間でめっちゃ練習して、うん、最終的には入賞の9入ったから3プラス9だから12位になった、うん、だからもし怪我してなかったもうちょっと上ってたのかなと思ったんだけど、うん、まあ韓国と同じで怪我してる方が結構いい踊りが踊れるかもしれない、そうね、そういうジンクスはでもあるよね、あるかもしれない、ちなみにその時あばら骨いってるからね、うん、もう怪我しまくりだねまたじゃあそんなあばらの話は今度聞くね、あそうね、うん、はいはい、またあの聞かせてください、はい、じゃあちょっともうね結構いろいろ喋ってもらって、うん、まだまだ喋り足りないんだけど、うん、あの最後の話に、はいはいはい、行きたいと思います、はい、はい、ですね、うん、まあ、20代ぐらいの時に、うん、まあ、心の病気をやったよね、はいはいはい、うんうん、でその時に、まあ、何年も踊れなかった、うんうん、のその時の、うん、まあ、そういう、まあ、辛かったっていうのももちろんそうだと思うし、うん、なんかそこから復帰するためにどういうふうに頑張ったかとか、うん、そういうのをちょっとだけ聞かせてもらえると、ちょっとね、まあ、とにかく心の俗に言う心の病気になっちゃってドクターストップがかかって、通院してお薬を飲んでっていう時期が、うん、トータルでもう5年ぐらいあった、23から26、7ぐらいはすごくちょっとレッスン行ってはこう、ちょっとやってはこうで、ダンスやめようかなとか就職いやどうしようとかそういうのがあって、バイトをしても続かないし、すごい自分の中で暗黒な時代だったんだけど、うん、やっぱりきっかけとしては、2つあって、ちょっと1つは専門的な話になるんだけど、通院している病院をちょっと変えた、でそれで先生を変えた、そしたら、いろんな病名があるんだけれども、その最後に行ったところがすごくフィッティングが良くて、先生でそれで、あ君ねこの病気じゃないかもしれないよ、もうちょっと軽いかもしれないよとか言ってプロフェッショナルから言われたら、それまでは結構重い病気だなとか思ってたんだけど、うん、でもそこでポッて言われたらふって楽になって、あじゃあもうちょっとあの軽い気持ちで付き合っていけるかもと思ったのが一つ、うん、であとやっぱりもう一つはダンスに没入してダンスをやりすぎて考えすぎてやっぱり心の病になってしまったので、ダンスから離れて他のことで気を紛らわせようとしてもね、もう何にも埋まらないよね、うん、全然効かないで、ダンスをやめようとかダンスから離れようとすればそれで逆効果でどんどん落ち込んでいくから、もうこれは覚悟決めてダンスで病んでしまったんだったらダンスで復活するしかないっていうところに行き着くまでにやっぱり 3,4 年かかって、いろんな人にお世話になりながらもでやっと復帰するっていう、うん、まあ、その2つかな、うん、それがすごく大きいです、うん、はい、まあ、でも今こうやって踊れるようになって本当に良かったよね、良、うん、かった良かった、うん、本当にあの時間があるからいろんな、うん、人のそういう人の気持ちも分かるし、うん、分かるっていうか感じるし、うんうん、だからそういう時間が今の自分の仕事とか、うん、あとは踊りの中から出てくるにじみ出るものにもやっぱり、うん、なんかやっぱり
肥やしになってるから、うん、あ今ではね振り返ってみたらいいけど、当時その時のことを考えればもう地獄だったから、うん、だからあのそういう人がいたらオンタイムの人はもう振り返る先を見れないから ね、だからそういう今オンタイムの人の気持ちもなんとなく自分を振り返ると、いやその時に頑張れとか、あとになったら、いい経験になるなんて言えないけど ね、うん、でもそう言えないっていうことが分かったのはやっぱりそれがあったからかなっていうのはある。なんか今もそういうあの生徒とか、まあ、生徒とか教えてる子たちとかでも、うん、やっぱりちょっとさ心がしんどい子とかもいたりするじゃない、うん、でもやっぱりそういう励ましたりとか、うん、導いたりする言葉を言える経験をさできてるから、そうだね、よかったよね、うん、気をつけながらもやってるよね、うん、そこはね、はい、うんうん、はい、そしたら、うん、まあいろいろお話ししていただいてありがとうございます、うん、なんでそこ敬語なの？あのさ、だからたまにこう敬語でたまにタメ口でたまに関西人でみたいなね、うん、まあいいけど、はい、うん、熱いね熱いね、はい、うん、はい、そろそろ締めの言葉に行きたい感じ？行きなさいよ、うん、はい、マイコの部屋、ちょっと あんまり考えてなかったんだけど、うん、締めの言葉どうしようかな、時間がどんどんいくよ、そう、時間が、まあ、とにかく、うん、話がすっごく長かった長いって、まあ、でもそれがこの坂田守っていう人間のいいところでもあったりして、人の気持ちもすごくわかるし、まあ、時にはちょっと聞きすぎみたいな時もあるんだけど、でもそれが全部含めて守さんってみんなから、まあ、呼ばれてたりしますね、はい、はい、じゃあまたちょっとじゃあもうまた次回もっていう感じでしょ、そうね、はい、また次回も、はい、はい、こういう風に、うん、カンパニーメンバーのエピソード、うん、過去のエピソードとかも聞いていったりしたいと思います、はい、じゃあ今日はね、うん、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、また見てください、また見てください、よろしくお願いします、チャンネル登録よろしくお願いします、チャンネル登録も